一旦空襲警報になったんですよ、朝早く。そしてそれが解除されたから、私たち、もう私以外の人もですけど、職場へ出勤したんです。8月9日は14歳でした。塹壕掘りです。工場の横に穴掘る、いわゆるこの空襲機銃掃射なんか受けないように隠れる穴を掘ってた。被爆した当時は16歳です。郵便局の仕事というのは昼の仕事で、郵便を配達する仕事。山越した時に自転車に乗って郵便配達していて、で自転車に乗ったもので、朝目覚まして、もう出勤時間からかなり遅れてますからね、急いで病院帰らなくちゃいけないんで、準備はね、時間に発表があったが、発表へ家族が物を집에놔두고왔어요。学校へ8時15分に来て、で靴脱ぎ場で靴を上履きに履き替えた時に、私たちカトリックですから、浦上天主堂に行って神父様に告白をして、懺悔をして、家の中の様子を見たのは2階の物次第に大黒が洗濯物を干していて、で下の 階に降りると、6畳の間で長女が学校の教材を整えていた。それで玄関の左の4畳半の部屋に親父がいて、で新聞やなんか 見ながら、さあこれから仕事にかかろうかと言いたい。で僕のすぐ下の弟進むっていうのが4歳なんですけど、こいつが玄関の敷居の上にドカッと座ってね、で模型の船を持って、じゃんじゃんじゃがいもさつまいもなんて言ってね、遊んでたんですよ。Then I heard the airplane. I was pointing up the airplane and look up myself too. At the same time, I saw the something white things drop. 食べようとしていた時にピャーッと光った。見える範囲か視界がね、すべて光のようなピカーッと光ったわけですよね。ダーンってやられたんですよ。もう皆さんはピカドンとピャーってダーンってなったと言います。私たちは全然知りません。横穴は暗いんですけれども、隅から隅まで光がありました。あっと思った途端に爆風がうわーっと吹いてきましたから、私たちはポーンと吹き飛ばされて、コロコロ転んで岩に叩きつけられて気絶してしまいました。準備って管理なんで、準備って管理が中心のしいたが熱線だけでね、穴の中に今倒れ、その後私の体がね、家の中飛んでる、飛んでるってことは分かってるの。目の下に畳があるんです。で畑を越え、道路を越え、田んぼの中まで40数メートル飛ばされました。もう別に何も考えてなかった。ただどこに行けば安全だということだけしか考えてましたね。これを見た人はね、近くにいた人はみんな死んでるから、僕みたいに遠くからその瞬間から見た人ってのは少ないんですよね。その青空にね、真っ赤なね、火の輪ができる、リングですね、白い雲の塊ができる、ガーッと大きくなるんですよ。それでその最初にできた火の輪にね、中からできた雲がこう広がって、触るとね、これがいわゆる火球、火の玉になるね。あのことをみんなそのキノコ雲って言うでしょ、そのマッシュルームクラウド、あれクラウドじゃなくてね、火柱なんです。本当に大きな火のね、炎の火柱です。
when I looked around, it was pitch black. Then no sound. Then pretty soon, the blackness going away, like a frog go away. No way. Then see sort of a gray and moving people.開いたと言いながら立ち上がってみたらびっくりしました。誰もいないはずだった大きな横穴の中には目がドロンと鼻のところにぶら下がっている人たち、やけどして2倍にも3倍にも水ぶくれになっている人たち、真っ黒焦げの人、肉がボロボロにちぎれていて、みんな手を上にこう上げて助けてください、助けてくださいって言ってる人たちいっぱい入っていました。手がない人、足が飛んでる人、お腹がはじけて内臓が飛び出てる人、頭が割れて脳みそが飛び出てる人、そして爆心地の吹いたは真っ黒炭素化してそのまま死んでる人、焼けただれて死んでる人、ありとあらゆる格好の人がですね、たくさん亡くなってるんです。おばさんがおんぶしている赤ちゃんの首がないないんです。で、びっくりして足をこうちょっとすまんばって一滴でおかけ水ばくれんねって言われるんですけども、10歳の私動くことができない。でもやっと足が動けた。あ、それどころじゃない、とにかく妹をさ助けなければと思って妹のそばに行きました。施設では、まあ小さい赤ちゃんとか赤ちゃんたちは家の、壊れてしまいましたから下敷きになって即死した赤ちゃんもいるし、そして助かった赤ちゃんもいましたけど、もうほとんどみんな亡くなってしまいました。妹のそばに、妹が気絶していますので、しっかりしたね、ほらって言って頭を叩いて気がついて、妹大声声を上げます。母ちゃん助けて、母ちゃん助けて、妹と抱き合って歯がガクガクなって、母ちゃん早く助けに来て泣き叫びましたが、誰も助けには来てくれませんでした。